意味でですね、うん、ワンコーラスはね、あのもう公開されてて、そうだよね、ああ前半だけね、この彼は僕の小学校3年生の時から本当にめちゃくちゃ遊んでる友達ですね、うん、メンバーみんな知ってるんですか？知ってますか？知ってます、知ってます、小学校の頃から海が大好きで、うん、ダイバーの免許を小学校の頃にダイビングのやつをね取ったりとか、うん、夢が砂漠に海を作ることめちゃくちゃロマンチックででかい夢だ。だから陸上養殖の会社で今働き始めてて、それが成功した結果世界的にもすげえことになる。陸上養殖、陸上養殖、しかも水を変えないでそのまま魚をね育てられるっていう、それすごいね。成功したら結構すごい会社になるので今働き始めてる。もうすごい、結婚式泣いてますね。このシーンが一番泣けるな。バージンロードでお父さんが、うん、お嫁さんをこれね花婿に引き渡しして、うん、そうだね、いいですね。この式には京介さんも来てもらって、そうだったね、歌ったりとかしてますよね、うん、その時何歌ったの？ペッ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 って今こうね、あ、そうなんだ、いろんな彼が映っていきますが、はい、あ、友達とこの子はね、あの中学校時代からずっとその結婚した彼と付き合って、あ、中学校の時から、そう、その人と結婚して高校時代の同級生の映った中の一人で、映った中の一人。これは、これは母です、父です。そっくりって言われてました、うん、ね、やっぱ似てるよね、ちょっとこっぱずかしいよね、やっぱ。あ、めっちゃ似てるな、ね、本当。サニラ、他は僕高校3年間同じクラスだったりとか、先週も鹿児島帰った時にあったりとかしたんですけど、うん、そいつも来たりとか、高円寺に上京してきたタイミングはほぼ一緒の北海道から来てる友達がいて、僕が高円寺でバイトしてる時にそいつも古着屋さんでバイトしてて、うん、もう週に 3,4 回ずっと毎日電車で来てて、今北海道帰ってて、そいつも結婚式の動画とか、うん、髪切ってもらってるからね、うん、そういう前のやつとかも、してますね、うん、それぞれに見せてあげたんですか？まだなんですよね、まあ、ワンコーラス目の彼には見せましたけど、うん、最初は結構やっぱ嫁さんがめちゃくちゃ喜んでました、あー、そうね、まあでもすごい、ね、思い出ないよね、うん、一生残るからね。お母さんどうでした？お母さんはなんかすごいなんかやっぱ今結構もう結婚してから結構経ってるので、なんか普通に何も何もないんですか？なんかありがとうとか言われると思ったら、うんうん、おーみたいなあ、そんな感じみたいな割とドライな感じです。そうそうそう、でもなんかやっぱおばあちゃんとかも今ちょっと亡くなっちゃったよとかも映ってるから、なんかちょっと感動、なんか懐かしい気持ちにはなってたけど、映像をたくさんもらって作るっていうコンセプト、うん、なんかどこからそう思ったんですか？これはやっぱアイディアマンの福永が出しました。すごいいい形になりましたね、うん、でフルバージョンがようやっとありましたんで、はい、曲もねやっぱりフルで聴くとちょっと印象違うところも出てきますんでね、はい、何度も何度も見てください、よろしくお願いします。お願いします。